どうも、こんにちは。今日なんですけども、こちらですね、前澤じゃんけんちょっとやっていきたいなと思います。これ、連続勝利で当選額アップと、勝ち続けることでもらえる金額が上がってきます。一回でも負けると、その時点で当選金を無効になります。勝負は一戦をやめれます。さあ、勝負ということで、ちょっと待てよ。とりあえず、20回連続したら1000万円ってことで、まあ1000万円はね、これ、まあ2分の1、まあまあ、じゃんけんはまた2分の1なんで、アイコなくすとね。だから、1024が12の10乗なんで、まあ、1024かける1024ってことで、まあ、だいたい100万分の1ぐらいか。え、ちょ、1、1000万、10万、100万分の1よね。だから、100万分の1で1000万円当たるということで、で、50万分の1で500万か。まあ、とりあえずでもね、とりあえずでも、まあ、とりあえず、1万円券入れましょう。で、じゃんけんいくよ。タップしてスタート。そういう感じ。タップで手を決め、勝負。1回勝ったら110円。これね、ツイッター見たんですけど、なんか前澤じゃんけん最初3回連続チョキ出すらしいんですよね。だから、もうグーでいく。グー。おい、よっしゃ、10円来たよ。で、ちょっともう1回いこう。あなたが勝ちました。いいね。10円引き取って終了、30円チャレンジ。それは30円チャレンジでしょ。大丈夫。大丈夫。2回目。いや、これもね、グーらしいんですよね。ちょっと行くぜ。じゃんけん、ポン。オッケー、来た、来ました。前澤に勝利、あなたが勝ちました。いいね。いや、次買ったら50円かけ、50円じゃあチャレンジしよう。これもね、グーで行くよ、俺。グー。おっ、来た。で、問題はこっからなんですよね。ワンゾーンの勝利。ジャンケンの残りかっていうのもあれけど。よっしゃ、次買ったら100円か。でもこれ2分の1なんで、ちょっと待てよ。グーチョキパーやろ。でも、4回連続チョキはないような気がするから、だからちょっとあえてパーでいく。パーいくじゃなくてパーいくわ。パー。ということで、これね、またやっていくんで、よかったらね、ぜひね、見てください。チャンネル登録、グッドボタンもね、ぜひお願いします。では、ありがとうございました。バイ。